エイリヒコッホエイリヒコッホは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の東プロイセン代、関区指導者。第二次世界大戦中にはウクライナ国家弁務官を務めていた。ナチスサハの一人で、グレゴール・シュトラッサーの支持者であった。ラインラントのエルバーフェルトに、職校長の息子として生まれる。プロイセン国有鉄道に勤務後。 1915年から1918年に第一次世界大戦に従軍。第一次大戦終結を経て上シレジアで義勇軍に参加した後に1922年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。エッセン地区指導者を経て1928年に東プロイセン内管区指導者。1930年9月の選挙で東プロイセン選出の国会議員となる。 1933年のナチス党の政権掌握後、東プロイセン州の州知事となった。突撃隊員となり、1938年には突撃隊大将になった。1939年10月26日に、東プロイセンの国家防衛委員となる。ソ連侵攻後の1941年8月には、ポーランドのビャウィストクの民政委員となる。 さらに9月にはウクライナ国家弁務官に就任し、1943年10月まで務めた。1945年1月、船でテイニヒスベルクを脱出した。ドイツ敗戦後は偽名で潜伏していたが1949年にハンブルクで給料土からの難民の集会で演説しようとしたところをイギリス軍に逮捕、その後ポーランドへ引き渡された。 1959年に死刑判決を受けたが暴行がもうすでに患っていたこともあり死刑は執行されず1年後には終身刑に減刑されたこの裁判ではポーランド人に対する犯罪のみが取り扱われウクライナ人に対する犯罪は考慮されなかった1986年にポーランドの刑務所内で自然死したありがとうございます